はいというわけで、三輪さん、こんばんは。余談ですが、うまくんが羽生くんをリスペクトしていないを聞きましたが、えー、その人はショートフリーの後の朝や夜のニュース番組をちゃんと見たのでしょうか。私はほぼ全部見ましたよ。うまくんがほぼ取り上げられなかった番組は消し去りましたが、ものすごくリスペクトしていましたよ。まあ、要は、宇野くんはリスペクトに満ちあふれているということでございますね。 うん、僕もそう思っていたので、えー、今回の件はちょっと、えー、残念です。 そんなに他の人のことばかりじゃなくて、良いなと思うくらいでしたよ。その昔はライバル同士はピリピリしていて、とても他の選手のことを聞けない雰囲気だったから、今のマスコミはなんだか変な感じがしますね。もう少し荒波が立たないようにインタビューやコメントにも気をつけてほしいですね。選手は仲良しですが、やはりライバルでもあり、それぞれリスペクトして平和にお願いしたいです。 もう少ししし愛情を持ってよろしくお願いしますいやそうですね、だからまあ、あの、選手じゃなくて、ファン同士でやっぱ大化戦争が起きちゃってるので、そこほど課題がやっぱり、そこがやっぱり課題になってくるかなと思うんですよね。はい、あ藤原様からですね、えー、4連続でコメントをいただいております。えーえー、となんとか なんとか大学院に卒業ですが羽生選手を倒してください。カブ君すご、ご回転アクセル応援してください。え応援してごあのございます。カブ君、えー、頑張ってくださいということですね。ありがとうございます。はい。でえっと皆さんからもう一度コメントをいただいておりまして、えー、こんばんはカブさんかなり同僚をしていたように感じ。えー、大丈夫ですか？ えー、なぜか動画削除と一緒に私のコメントも消せ、あすいません、僕ね、あのそ動画削除しちゃったんですよね。うん、えー。やはり自分の言葉でももう一度コメントさせてくださいね。で、この件はこれをラストにしますので、まずはこのガッツポーズを見ただけで、えー、何も知らない人や、スケートに詳しくない人、また、翔馬くんのことをあまり好きじゃない人は、なぜ姉さんに大きなガッツポーズをしたのか理解できないから、ざわざわしてるんではないかなと思いました。えー 最終滑走が姉さんで、目の前の、えー、モニターはキスクラにあって、グリーンルームにもカメラマンがいて、リアクションを求めたら、えー、近づきますよね。それに対して、ショウマくんは、ただ横の2人は置いておいて、仮面越しの姉さん、ね、姉さんかな、姉さんくん、ただ1人に向けて、大きくガッツポーズを作り、ほぼノーミスのフリに出た中で、一番難しい構成のジャンプを次々に決めて、またショートもダントツだから、銀メダル。 そして、ピョンチャンオリンピックでショートメタボロにやってしまった。そこから4年間、常に1位。えー、今回もぶっちぎりな姿に、すごいなと感動したものもあり、えー、自分もあのくらいできたらとリスペクトを込めて、ガッツポーズを個人的に姉さんに向けていました。うん、だから、宇野くんとしては、もう本当に尊敬してたし、わーすごいなっていう気持ちがあって、姉さんチェーン選手に対してのリスペクトかなというふうに思いますね。 ファンや皆さんに向けたわけじゃなくて、ただ、姉さんにやったね、すごいねですよえ、なぜしたのかは、やはりあの涙のフランス大会で、翔馬くんがボロボロ演技、点数もかなり低い、練習,が練習ではできるのにえ、メンタルもボロボロ、スケートやみようかなというときに、公式のインタビューで姉さんが、翔馬は必ず自分の力で這い上がってくるはず、誰にでもえスランプはあるはず、自分もそうだからと。 トップ選手に戻ってくくれれるはずだと優しいエールをくれたんですあ、これね、宮さんおっしゃってましたよね。あの、ネイサン・チェンが、ショウマー君に対してすごい優しい言葉をね、かけていて、これを宮さんからあの教わって、あ、この二人素敵だなって僕思ったんですよ。で、そこからなんか、あ、ネイサン・チェンと宇野君ってすごいこう尊敬しちゃってるのかなっていうのがあって、まあ、これにつながったのかなっていうのをすごい感じますね。ショーマー君にも届き、えー、気持ちが いいえー、それからい,い,いろんな大会や、えー、試合やショーなど一緒だと合図ピースをくれたり翔馬くんメインの話の場面なのに自分にカメラが来た時も翔馬くんを映してポーズくれたりといつも優しさがありました、えー、突然のことではありませんでもこれ聞くとあのすごい点と点が結びますねつな、うん、がりましたねあの輪さんのおっしゃる通りで宇野くんと姉さんチェーンは結構そういった意味で、あのーまあ、交流があり とても良かったと思うのですごく腑に落ちるのかなと思うのでえ僕はあのだんだん,あのなんだろう分かってきたかなという印象はあるんですがえ今度はお返しにえーオーバーに大きくガッツポーズを作り金メダルおめでとう画面越しにえされたんですよ。なかなかライバルにできないですよそんですあ その姉さんチェーンに憧れを持っていたのかなっていうところもあるので、素直にみんなが一生懸命演技をした結果、えー、最大のエール。そんな翔馬くんは素敵だと私は思います。いや、素敵ですね。うん。あの、羽生選手もすごい素敵ですし、宇野くんも素敵だし、姉さんも鍵山くんもみんな僕は、えー、素敵だと思うので、えー、また解説者かテレビでもコメントを入れたりされたら、誤解が生まれなかったんでは、えー、まあ多分ね、こういったその、 他の部分か他の部分で味付けをされることによって、なんかちょっとね、あのー、なんだろう、えー、見方が変わってくるっていうことがあるので、まあ、それがね、ちょっと怖い部分ではあると思うんですよね。またまた鬼形にしました。株保さん、よさを生かして、えー、頑張ってくださいね。ありがとうございます。えー、なんかだんだん僕は分かってきたような気はしてるだけかもしれませんがね、まあ、平和になっていけばいいなと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。 えー、そしてバルボンさんよろしくです、えー。チェン選手の演技終了からチェン選手がグリーンルームに到着するまでの動画は、えー、ご自身でご覧になりましたか？すいません。これちょっと見てないですね。僕、えー、っとね。グリーンルームで皆さんが座ってるシーンしか見てないんで、まあ、もしかすると、えー、そこから見てみるとあれかな。あの真相がわかるのかもしれませんけど、宇野選手はただの姉さんガチオタです。 えー、単純に推しの素晴らしい演技に嬉しくてガッツポーズをしただけですこの選手がメダルを逃すことになったとしても、えー、間違いなくガッツポーズをしますうん、なるほどですねそしておたですから姉さんに見せるためにガッツポーズをしたわけではなくて ただ、ただ、押しの素晴らしい演技が嬉しくて撮ったガッツポーズ。あ、なるほどですね。だから、姉さんの演技が終わった瞬間にガッツポーズをしたんです。さらに、グリーンルーンから脱出する羽生選手には、宇野選手はきちんと挨拶をしています。素晴らしいですね。え女子のハーフパイプでは、女子史上初の大場さんにチャレンジした選手に向かって、え自分の番が、番の終わった選手をハグをしにえ走,り走ってきていました。あ、これね。 歌舞伎に視聴者にしてもおっしゃってましたよね。懐かしいなと思って、彼女は4位でしたが、走り寄ってきたメダリストたちは、自分のメダルが決まったから喜んだのではなく、女子初の技をこのオリンピックの場でチャレンジした彼女に敬意を示すために集まっていたんです。あの光景をえ素晴らしい、美しいと思えたならば、あのグリーンルームに炎上ポイントを見いだすことはなかったのではないでしょうか。えー、動画されあ削除されたものを見ていないので、 最初の動画で何をおっしゃったのか分かりかねますが、この動画の内だとまだ客観的に、えー、そごかな、そごが生じるように思います。 NHK オリンピックチャンネルなどで見ることができるはずですので、えー、ガイドの部分をご自身の目で確認されることをお勧めいたします。なかなかと失礼いたしました。ご不快でしたら削除をお願いします。いや、とんでもないですね。削除は、えー、しませんけど、ただね、まあちょっと僕も全部見てるわけじゃなかったんで、見てないのに言っちゃったっていうところはちょっと申し訳なかったんですが、えー、もしあのその動画とかありましたらですね、ちょっと見ていきたいと思っております。はい。 えー、ムームーさん、しんどい、えー、削除されたのもこっちも見て疲れました。えー、スルーできたらよかったんですが、えー、勘違いでもあんな風に言われたら、黙ってたらそりゃ本当のことのように一人歩きしちゃいますからね、それはとても怖いことです。まあ確かに僕が勘違いしてたらそれはね、確かに一人歩きしたんで、まあそれは怖いですけど、まあ一応僕はね、 ちゃんとなんだ訂正はしてるつもりなんですけど、訂正後の動画もあまり良くなかったのかなってちょっと思ってて不安ではあるんですがね、うん。でも、三輪さんの先ほどのコメントを見て、ちょっと、えー、点と点がつながった気もするので、どうでしょうかね。ちょっと安心はしてるんですけど、このまま一人歩きしたらまずいですかね。うん、はい えっとアクセルトマトさん、よろしくお願いします。えー、初めてコメントします。羽生君は2020年の全日本の会見を見ていないのですか、えー、見ていればわかるはずです、えー。ピョンチャンでのグリーンルームを見ていないのですかえー、っとね、2020年の全日本の会見はちょっと忘れましたが、ピョンチャンでのグリーンルームはちょこちょこ見たような気がしますね。あのー 僕はボーヤンジンと、えー、ハビエル・フェルナンデスさんと宇野昌磨の羽生君、いずれでも見たかと思いますが、うるうぼいですけど、まあ、あの時はハビエルと,の、えー、と羽生君が結構、ね、抱き合っていて、で、えー、宇野選手が結構ポツンといたような気がするんですよね。でこうたまにこう気を使って避けていたりとかみたいなことをしていた気がするので、まあ、そんな感じに記憶していますね。はい ケ、えー、子さん、よろしくお願いします。株君に対して誹謗中傷があったんですか、えー、ストレス溜まっている人が多いと、えー、感じますね。えー、いやー、今回ね、DM にも落ちたんですよね、コメントがね。ちょっとびっくりしましたね。だから結構ただ事とではないのかなと思って、ちょっと僕はこの件ね、鬱憤が溜まっていることなのかなと、ちょっと思っております。 はい、え実際のことなんかわからないし憶測だけであれこれ非難するのもおかしな話ですよね。え株君もあまり気にしないでくださいね。ありがとうございます。いやちょっとね、まあ僕自身もモヤモヤしてますけど、僕がモヤモヤしてるんで皆さんももっとモヤモヤしちゃいますよね。うん。皆さんにちょっとモヤモヤを与えてしまって本当に申し訳なかったと思うんですが、あの大丈夫です。えあのもうモヤモヤは取り除いていきます。はい。えマスミンさん、あの こんばんは。ありがとうございます。カブ君、ん、ドントゥマインドですあ。ありがとうございます。ドンマンいただきましたね。カブ君が優しくてピュアな心の持ち主なのでは、なのはこのチャンネルを見つけて、えー、まだ日が浅い私だってわかりますよ。すみません。ちょ,ちょっとあのしびれました。ありがとうございます。えー、抽象的な表現しか私はできませんが、えー、選手たちは自分たちのグリーンルームでのひと時が物議になっていることを知ったら悲しむと思います。 うん、そうですねまああるいは逆にえそんなことも物理になってんのって逆にネタになる可能性もあるんですが、まあ、もしかすると選手たちは全くまあ言っちゃうと。 あの、まあ、どうでもいい言っちゃうとえそんなこともってあの興味津々になるどっちかに傾く可能性があるので、まあ、気になりますよねでもグリーンルームって結構気を使うことが多いなと思うんで結構選手って、えー、スポーツ以外にも気を使わなければいけないシーンがたくさんあるなと思ってちょっと大変だなと思っちゃいましたね精一杯戦い終わってほっとしていたのに一瞬たりとも気が抜けないなっていやおっしゃる通りすぎますね本当にねうん。 もう皆さんどうしちゃいましょうっていうね、どうううししましょうっていう感じで僕が助けてほしいっていう感じですね。本当気が抜けないですねずっとテレビにおわされてちょっとでもこうねちょっとでも一瞬でも変な仕草をしたらすぐにアンチはそこを取ってもう1秒でもね、取り逃さないでアンチするそれをアンチに持っていくんでもう大変ですね本当にちょっとでもあくびのね、真似でもしただけでももうそれについてもずっと言われるのでいやーもう一生気が抜けないですね。うーん。 もうパパラッチとかにかかってしまったら大変ですね、本当に。お三方はオリンピックで、今その時、その時瞬間に感じた自然なリアク,クションを、えー、していただけだと思います、えー。皆さんの言うとおり、姉さんの賞賛だと思います。この時のありのまま、それが一番やっぱりいいですね。ありのままってやっぱり一番いいと思いますよ。うん、ナチュラル、自然体で。うん。でも、えー、と人の気持ちは変化します、えー。確かなことなんてないんです。いやー 変化しますね。僕だって、皆さんだって多分変化しますし、えー、どんな人だって必ず変化しますよね。えー、確かな、えーと、例えばここでは喜んでたけど、えー、後から自分のあの時のミスがなければ、えー、結果は違っていたのではないかなど考えてみたりして、ここは貴重なオリンピックの一場面です。あれこれジャッジする案件ではないですね。いや、おっしゃる通りですね。ありの,のままをアピールしていいと思うので、うん。 まあ本当にそれをこう、それを寛容的なね、それに対して寛容的な世の中になっていったらいいなって、ちょっとね、思っちゃいますので。はい。え、久美さん、よろしくお願いします。友野くん、電線になるんですね。大変でしょうけど、応援しています。いや、そうなんですよ。まあ、これから、明日ですね。まあ、明日ということは、まあ、日本時間、あ、日本時間で明日だから、あれかな。こちらの時間でも 明後日かな明日ですよね。うん。に、えー、っと、えー、っとね、えー、ルクセンブルグで大会がありますね。はい。ぜひ、えー、頑張っていただきたいなと思うんですが、友野くんの力なら、やってくれそうな気がします。ゆうなや,やさん、どうもよろしくお願いします。かぶさん、世界選手権がなんだか,なん,だかんだ言っても、えー、楽しみですね。いや、本当におっしゃる通りです。なんだかんだ言っても楽しみですよね。うん。まあ、反戦大会とかになるかどうなんない なるかどうかちょっと心配ではあるんですけれども、えー、僕は純粋に楽しんでいきたいと思います。えー、女子もチャンスですね。今度は北京オリンピックと違って、カブさんは時差がないので見やすそうですね。そうですね、今回は時差は全くないので、多分 ISA が主催しますから、えー、生中継で見ることができるんじゃないかなと思いますね。今季最後の大会なんで楽しみたいです。いやー、僕もちょっとね、今回こそは純粋に楽しめるんじゃないかなと 思いますが、まあ、反戦ムードになると、ちょっとね、嫌な感じになる可能性もあるんで、ヒヤヒヤはしますけどね。うん、まあ、女子については確かにチャンスですよ。うん、おっしゃる通りで、ね。かなりのチャンスになってきますね。うん。まあ、ロシアがいないからチャンスっていうのもあれですけれども、でも、まあ、チャンスはチャンスですので、まあ、もしかすると、まあ、えー、出来によってはね、あの、 3人とも、ね、メダルを取る可能性だってあるので、えー、楽しみですし河辺選手は、ね、トリプルルッツ両手を上げてオリンピックやりましたからこれが、ねえー、世界選手権ではどのようになるのかそこを中心に僕は、えー、注目していきたいと思っています。はいそんな感じです えー、そして、ナミナミ様、よろしくお願いします。えー、グリーンルームの件、カブ君も勘違いしていたんですが、えー、そうなんですよ。ちょっと勘違いしちゃってました、僕は。えー、びっくりです。もうこの件終わってますよね。蒸し返すようで、えー、ごめんなさい。スルーしようと思っていたんですが、やっぱり言わせてください。えー、ごめんなさい。ということで、ちょっと見ていきますと、えー、完全にあのガッツポーズはネイサン選手への賞、えー、賛ですよ。だって宇野選手はグリーンルームに来た時点で、 メダルは確定していたわけで、姉さんの演技終了後にガッツポーズっておかしいでしょう。確かにですね。その通りですね。確かに。それに、確かカメラに何かアクションを求められたみたいで、派手にポーズをしたのではないでしょうか。この可能性はありますよね。また、彼は姉さんの大々ファンなんです。これもね、あのー、なんだっけ、フランス大会の時の、えー、エピソードで、姉さんチェーンからの、その、なんだっけな。 えー、宇野君に対する、えー、愛の言葉というかね、優しい言葉があって、まあ、それをやっぱりあの先ほど皆さんの、ね、コメントもありましたけど、そこから、まあ、この2人がとてもいい関係というかね、リスペクトし合っている関係かなというのがあったので、まあ、すごくいいかなと思うんですが、私たちが推しの演技がうまくいったときにガッツポーズしちゃうのと一緒です、えー。実は姉さんに金メダルを取ってもらいたいと一番願っていたのは翔馬君かもですよ。逆にショマ君は 自分がメダルを取ったことをもっと表現してもいいのではと思ったりもします。えー、ピョンチャの時はあまり嬉しそうじゃないとか言われて、全く喜んでも喜ばなくてもアンチには言,言われちゃいますけど、いや、おっしゃる通りですね。確かにピョンちゃんの時は、あの、あんまり喜ばなかった感じですよね。普通の大会とあんまり変わらなかったっておっしゃってましたからね。うん。だから、 まあオリンピックに特別感がなかったのかなっていう感じがありましたけどもね。まあ何をしてもね言われちゃうんすよ。うん。野球でもサッカーでも勝者は敗者の前で胴上げをしたり抱き合ったり、その隣でうなだれたりする敗者がいます。まあ確かにですね。 これも配慮にかけますかいや、かけないですね。配慮にかけますかなんていう議論なんて一切ないですよね。オリンピックでも悔しくて泣いている歯医者の前で飛び上がって喜んでいる勝者がいます。歯、え、医、ー、者の前で肩車したレスリングの吉田さんも、配慮にかけますかいや、全然かけませんよね。おっしゃる通りだと思いますよ。うん。わかりやすいですね。体操では喜んでいる勝者に歯医者が駆け寄って、 称い合っています勝負の世界ですから、勝者がいれば敗者がいます。まあ、先ほどね、ナチュラルであり、えー、アイリアも表現というねああののなんだあの言葉が出ましたけれども、まさにその通りで、宇野くんは、えー、ナチュラルなまま表現したのかなと思うと、えー、思いますよね。宇野選手と鍵山選手はリスペクトや配慮に欠ける、そもそもどなたかもおっしゃっていましたが、リスペクトは敷いたり、こういうものではありません。いや、おっしゃる通りですよ。これね、 何だったっけなバレーバレーの話でもありましたよね。あの、ね山海さんとヒューマさんのあの話で。うん。えー、でも、そういう方々はメダリストとして各テレビ局を深夜や早朝に安打していたかな、えー、?2 人のインタビューは見ていないんでしょうね。どの局でも羽生選手はと、えー、羽生選手のことを質問されていました、えー。これこそ本当は失礼じゃないかと思います。そのうつとテレビには4回転アクセルの点灯シーンが流されていて、 流れていて、これは羽生選手に対しても失礼のような気がしました。でも、2人は何度聞かれても嫌な顔は一切一つもせず、羽生選手へのリスペクトを語っていましたよ。また、えー、ある曲では、東京のスタジオとつなぎ、東京の丸○さん、2人に何かと言われると、そのキャスターは2人におめでとうもお疲れ様の言葉もなく、いきなり羽生選手の4回転アクセルはと始めるあ様 このいい年したキャスターの方がよっぽど汎用にかけます。まあね確かに、うん。まあでも四回転アクセルはね確かに特別感があってどうしてもねそこはね言ってしまうところはまあ分からなくはないんですが、まあ。 客観的に全体的,全体的な部分を見通すと、やっぱそういった意見も出てくるかなといった印象ですが、NHK ではえ、宇野選手はフィギュアでは最多の3つのメダルと、あの賞を振られても、僕なんか立派な成績を残している羽生選手のほがとえ、自分から羽生選手の素晴らしさを語っていました。えこういうのも見ていないんでしょうね。 えー、どなたかがツイッターでも言っていましたが、ピョンチャンでショウマ君は最終カーだったので、一番の選手から全部演技を見ていました。いやでもね、すごいですね。あの全部演技を見て演技するっていう人ってすごいなんか勇気があるっていうかすごいすごいですね。そして転倒するとアート残念ガりいい演技には惜しみない拍手を送り。 えー、日口コーチはこのの子は誰の応援をしてるんだろうと思ったそううですこういった場面は知らなかったんで、並々さんから聞いて、ちょっと僕は、えー、ちょっと嬉しいというか、あの良、ー、かったですね。誰であろうとすべての選手をリスペクトして、本気で悔しかったり、喜んだり、宇野昌磨とはそういう人です。また、他の人のことは、えー、失敗したとは言わず、うまくいかなかったことを問い。 カ、えー、山アマ君に追い抜かれるではなく置いていかれるという言葉を選ぶ人です。決して、えー、天然ではなく汁深い気遣いの塊の人です。いやーもうすごいですね。これだけ聞くともう本当気遣いですよね、うん。で、この言葉の違い、アンツの人やこの件で文句を言っている人はわからないと思います。羽生選手はこの件を知ったらいい演技をした人のことをただえて、ー、ガッツポーズする,のするの、何がいけないのと言ってくれるような気がします。まあ多分そうでしょうね。 うん、羽生選手は、え、全然大丈夫だよみたいな、ねまあ、そういう感じもするし、特にこのシーンについてね、えー、どう思っているか分かりませんけどね。うん、で、どの選手に対しても、ほんの一瞬を蹴り取り、えー、選手に勘違いし、都合の医療に解釈していくアンチの手法には、えー、もううんざりしました。えー、またしまても鬼語りしてしまいました。申し訳ありません。いや、とんでもないでございます。えー、弁当に僕もとても、えー、なりますね。 で、ハンナさんから私も同感です。宇野選手は自分が優勝した。2019年の全日本選手権でさえ。 えゆずくん、疲れていたからと、羽生選手がグランプリシリーズの試合に出続けて、疲れていたからこの結果だったんだなと言わんばかりに、低姿勢で謙虚でしたこん。こんなに謙虚な人を叩けるなんて信じられません。あの、宇野くんって確か宮原選手のことも結構尊敬してて、なんかね、すごいリスペクトの話、あの、リスペクトしてたりってのがあったんで、結構、あれですね、宇野くん、人に気を使える人なのかなってちょっと思いますね。うん えー、ジュデムさん、こんばんは、えー。本当にその通りだと思います、えー。ツイッターの方は、もうこのグリーンルーム大会は終わりかと面白い動画が上げられていますね。あ、なるほどですね。私ももう終わっている案件でしたが、いつまで続きやら。 この件を一番悲しむのは羽生選手ですよ。そのことをどうか皆さんも考えてほしいと思います。2018年、えー、全日本選手権で怪我をしても、強行出場した宇野選手の僕が棄権したら、えー、世界選手権の3枠目を羽生選手と僕が争うことになる。えー、それだけは絶対避けたいとか、2019年の全日本選手権で宇野選手が4連覇した時の羽生選手がやっとちゃんと負けられた。 これは思い,思い出しましたね。この2つの言葉ですが、私は勝手に深読みしています。いやー、いいですね。うん、深読みしちゃいますね、この言葉は。えー、なみなみさん、えー、花田様、えー、本当にテントで誠実ですよね。池江さんが、池江理香子選手が白血病を発症した時のインタビューの受け答えも、えー、立派でしたよね。確か、四大陸選手権で金メダルを取って、 帰国して空港でで早々に質問されたんですよね。いきなりだったし、機内でこのニュースを知っている、いたかも分からないのに、こういう質問をするなんて記者が非常識と言われてしまいましたが、えー、そのインタビュアーに対しても気遣うのが翔馬くんです、えー。当たり障りのない答えをしても許される案件なのに、一生懸命考えて、しっかりと自分の考えを述べていました。そしして、えー、ジェリムさんに対して への返信はは、いいですね。君は自分の重責を背負えないとか言っていますが、えー、これだけの責任感でずっと戦ってきたんですよね言葉尻を捉え,ら捉えたりとか一瞬の行動をどうこう言うのではなくもっと選手たちのこういう言葉に耳を傾けてほしいですねあの宇野君って僕すごく成長したなって思うんですよね昔の宇野選手はとよりも今の宇野選手はかなり大人になったような気がするので まあ僕が言うのはおかしいって話したんですけど、まあ、僕なんかよりも100倍大人でちょっとびっくりですね。うん、宇野くんをまあ僕は、えー、見習いたいと思います。はい。もうなんか宇野選手の、えー、なんだ行動を見てちょっと僕が恥ずかしくなってきましたね。えー、かさん、その通りですよ。私は羽生ファンですが、 ほとんどの羽生ファンは、宇野くん、狩山くんの性格を分かっていると思いますし、大勢の羽生ファンは、グリーンルームの件はそんなに気にしてないと思います。私も何とも思いません。一部のファン、アンチなのかなっていうくらいが残念な捉え方をしてしまうだけです。もうこの話題は終わりでよくないですかファン同士、喧嘩の種になるような話題は取り上げてほしくないです。 えー、羽生さんも、宇野くん同様、昔から皆の良い演技を、えー、望む人だし、また勝利したときは、えー、素直に喜ぶし、悔しさも隠さない人間的なところも魅力です。えー、トップ選手の皆さんが本当に素敵な方ばかりだと思います。うんはい、そして、ズテムさん、カ、えー、さんへこんばんは。 え羽生選手のファンから、えファンさんからご敬意をいただき、ありがとうございます。認めていただいた気分になり、大変嬉しく、救われた気持ちになりました。私は歌舞伎君チャンネルで、え羽生選手をはじめ、いろんな選手のいいところを教えていただき、毎日楽しいです。皆さんとの交流を楽しみたいです。いやー、僕もですね、あの今はちょっともやってますけど、楽しいですね。うん えこれからもぜひフィギュアスケートのネタで皆さんと盛り上がっていきたいですね。まあちょっとね、このグリーンルームの件は残念ですけど、まあ、世界選手権も控えてますので、えー、楽しくやっていきたいと思うんですけども、うん、果たして、えー、できるんでしょうか。はい、えー、そして、あパーシーニッケさん、よろしくお願いします。えー、っと、話は変わりまして、三浦佳く君のインスタライブのワプロの新査も、ここは大輔さんだったんだ、すごい。 えー、他にも全日本の思い出話は、ハテナで、えー、羽生選手の4回転アクセル、同じリンクで見れたこと、やば、やばと連発、早口になっていました。えー、いや、これを同じリンクで、同じ、ね、場面で練習を見るっていうのは、もう相当鳥肌もんですね、うん。何度か会ったことはあるけど、会うたびに実在するんだと、えー、本当に羽生選手っているのかなってちょっと思っちゃうぐらいですよね。 あの僕もずっと羽生選手とか宇野選手について取り上げてきましたけど本当に羽生君とか宇野君とかっているのかなってちょっと思っちゃうぐらいですねテレビで見る羽生選手や宇野選手と一緒に戦えて嬉しかったと同時に鍵山選手についてはいて当たり前という発言も面白かったです一緒に練習していて一緒にいたからという理由でした鍵山選手との仲良,しピ仲,仲良しエピソードも大バかでしたよ カオ君はユーマン呼びだけれども鍵山選手は呼び捨てしないでも自分が話を聞いていた時は「おいミューラー」と言われるとのこと全日本のショートプログラムからフリースケーティングの間の1日に2人でショッピングモールに行ったとこあこれは鬼ですねうんこれはでもねフィギュアスケートが好きな方とかから目撃したらですね目撃情報とか ありそうな気がしますね、うん、例えば「サインください」とか「写真撮ってください」とかねなんかありそうな気がするんですけどなんかこう顔を隠ししてたんでしょうかね、うん、なんか羽生選手とかがショッピングモールにいたらですねもうとんでもないことになりそうな気がするんですけどまた、あ、も鍵山くんとかね三浦選手とかも一緒にいたらなんとなくねあのなんかあ「あーってなる気がするんですけども「決まっていないティッシュカバーの案を募ったらゆずドゥンドゥンはダメでしょ」 というツッコミもそして、一点だけヒヤッとしたのが、えー、どこぞのアンチさんか何か知りませんが、質問の中に変な内容があったようで、えー、ファン同士の争いみたいなやつの質問多いけど、ダメですよね。みんな仲いいのに、とりあえず無視しますね。的な感じで、ふわっと一刀両断してました。いやー、すごいですね。うん。やっぱり、来るんですね。あの、そういうアンチ的な質問っていうのって。うん。なんか、 普段もその、まあ、DM みたいなメッセージとかでも結構来るんでしょうかね、うん、ちょっと心配ですが、えーまあ、なんか、ね、今回宇野くんだったかな羽生くんだったかな、えー、カービさんだかカービさんだ、うん、カービーマナさんのインスタグラムとかでもなんかアンチがなんか、ね、直接こう、ね、連絡したりとかしてなんか言った人がいるっぽいんでもうそれ聞いてもう僕はねもう,もう本当にねヘドが出そうになりましたがねだって 皆さんおかしいですよね、普通にその選手に対して直接ね、なんかね、LINE とか、LINE っていうかまあその、ね、インスタグラムのメッセージとかしちゃったりとかしてね、うん、ちょっとびっくりですけど、またルクセンブルグが、えー、出場打診の連絡を受けた友野くんから LINE が来て、えー、なんだ、コーくんが急でごめんなさいって言ったら、悔しいよね、大丈夫、俺は慣れてるからって言ってくれたそうです。優しい先輩ですね、本当に。 うん、とまあ、いろいろ楽しかったカオくんのインスタライブでした。平和ですね。とても平和でございます。ここは大介さん、パーシニック様への、えー、コメントがあります。えー、そうです、私です。えー、カオくんは闘志みなぎる演技をするので、筋真の一本取った、通ったワプロがとても似合うと思うんですよね。また、昨、えー、シーズンのようなプログラムが見たくなって、えー、質問してみました。 えっと、以前も質問して答えてもらったことがあって、カオ君、ファン思いで優しいなと思,うっ思っています。優しいですね。普通はね、こんなトップ選手から、そんな簡単に気軽にメッセージなんて、来るっていうなんて本当にないですからね。とても貴重でございます。途中、ファン同士の争いについての質問に対して、ズバッと言ってくれて、気持ちが良かったです。えー、そんなのカオ君に聞かないでって思いました。 いや、でも、こういうカオ君とかに対しても、そういったアンチコメントで来るっていうのは、ちょっと僕は驚きですね。中身の濃い、楽しいインスタライブでした。怪我で落ち込んでいるのではと心配だったんで、元気そうな姿で少しホッとしました。ホ、えー、ークス、柳田選手について、ガチように語りと、羽生選手は、実在すると、鍵山選手の老い三浦の話がツボでした。 ラーメンどうしたと最後まで気になってましたということです。ラ,ラーメンですかね。うんラ。ラーメン関係してるっぽいですが。えー、パーシニケさん、ここは大好き様、思わぬ場で歌舞伎君、視聴者様と出会えるなんて、なんだかテンション上がっちゃいました。他の方はどうでしょうかね。あの、三浦かおくんのインスタライブ参加しましたでしょうかね。なんだかテンションが上がっちゃいました。そうですよね。かおくんはプロが似合いますよね。 えっと、カオくん自身も揺れている感じだったから、えー、近々見れることを期待ですね。そして何よりファンもい。いや、でもこれでめちゃめちゃ気になってます。あの、ワップルをこれで演じたら、ココア大塚さんのおかげですよ。うん。でもこれは僕はちょっと、えー、誇りに思いたいですね。 うん、願っておきます。争いについては一瞬ヒヤッとしましたが、おお、よく言ったと思いました。充実したインスタライブでしたね。何より元気そうで安心しました。野球の話は分からず、ハッテナでしたが、羽生選手は実在すると、おい、みんなは笑いのポイントでしたね。私もラーメンがずっと気になっていました。あ、ってことはラーメンを食べながらのインスタライブだったんでしょうかね。何ラーメンでしょうかね。味噌ラーメンですかね。塩ラーメンですかね。うん 醤油かな豚骨かなまあ好きなラーメンの味も気になっちゃいますね。きっと伸びたラーメンをあの後食べたんだろうなと思います。でもラーメンで思い出すのは僕、友野くんなんですよね。友野くんってラーメンめっちゃ好きなんで、なんかね、あのコラボやってほしいなとかって思いながら。うん いやー僕、ラーメン好きなんですけど、ベルギーにね、ラーメンってないんですよね。うん。あるんですけど、高いし、あんま食べることできないし、日本のラーメンとは違うんで、なんか急にラーメン作りたくなってきましたね。うん。スパゲッティ代用してラーメン作ろうかなと。美輪さん、よろしくです。えー、かおくんが大変。 あの友野君は急遽きょ、頑張ってくださいね。そうなんですよ、三浦選手、今回、あの肉離れということでね、うんえー、残念な結果になってしまいましたが、なんかね2、3ヶ月ぐらい、完治までかかるみたいなんで、えー、ぜひ、ゆっくり治していってほしいなと思います。えー、急遽友野選手が出場なので、友野選手ね、頑張って、えー、メダルを目指してほしいと思います。まずは明日たの、まあ、本日のかな、えー、明日の、えー、大会。 ショートプログラム頑張ってほしいなと思います。はい。というわけで皆さんありがとうございました。これで以上です。